はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第119回でございます。で、今回のテーマは説明になぜがない理由で、サブテーマがなぜそうなるのかを話してほしい。で、もう一個重要ってね、珍しく書いてありますが、動画 DVD についてと。で、今回はですね、私のっていうか、まあ、そのね、動画のこだわりというか、まあ、質問いただいたんでね、そのなぜがない理由ってとこを話していきます。なので、まあ、興味ないよっていう方はね、全然飛ばしてもらって構わないんですが、最後の2分ぐらいで終わるかな。まあ、2、3分かけて、その重要っていうのを一番最後に話します。で、今回の内容は興味ねえなと思う方はですね、ぜひそこだけはちょっとね、確認しておいてください。すごく大事なことというか、まあ、緊急なの、びっくりしたことなんですけど、お話をしますので、まあ、そんな感じでよろしくお願いします。でもよかったら、お付き合いください、最初からね。では、行きましょう。で、今回は、結構、まあ、前からね、いろいろ聞かれてて、で、その、まとめてね、返そうと思って、今回ね、それを喋っていくんですけど、しかも、前も話したことあるかもしれない。もしかしたら、ダラダラジオでね、ちょっと119回やってるんで、何話したか忘れ始めてるっていうね、ちょっとおじさんになってますけど、今回、YouTube のコメントで、まあね、その方には返信をしてたんですけど、ダラダラジオで話しますって。で、あとは、メールとかね、Twitter とかでもたまに言われることなんですが、説明、動画ね、俺の勉強動画の説明に、こう、なぜって部分がね、基本的にないんですよ。で、これは3年半ずっと撮ってきた中で、もうこだわりを最初から決めて、なぜの部分は説明しないで撮ろう。基本的にはね。ってやってきたんですね、ずっと。で、これ、おそらくちょっとピンとこないかもしれないんですけど、例えばどういうことかっていうと、数学の公式とかあるじゃないですか。で、その公式が、なぜそれが使えるのかとか。まあ、小学校の算数でもそうですよね。なんで、じゃあ分数、割り算の後の分数は逆数にひっくり返すのかとか、そういった説明をしないんです。俺は。なんでっていう部分がね。これを使ったら解けるよっていうことは言うんですけど。で、それをちゃんと説明してほしい。で、そのね、今回 YouTube で、その俺が返信した方はすごい優しくね、言ってくださってるんですけど、これ結構ね、トゲのある言い方されることも多々あってですね、特に教育関係の方に。学校の先生に嫌われてるのか分かんないけど、そう、そこを話さないのに動画なんか上げてんじゃねえよとか、そうそう、そこを話さない教育なんて教育じゃないって、エセ教師がとかね、言われたことも多々ありますけどね、そうそうそう。まあ、そこはね、もちろん分かる意見としては、そこは伝えるべきだとは思います。思うんですが、自分の動画っていう、特に YouTube を使った動画っていうことを考えた上で、意図的に自分はやっております。もちろん自分のね、知識不足とか実力不足で話せないっていうものもあるよ。うん、自分あんまり頭良くないんでね。そう。だけども、どういうことかっていうと、YouTube でね、こうやって今、たくさんの方に利用してもらってますけど、勉強動画を。まず、YouTube で勉強するっていうのが、もちろん慣れてる子にとってはさ、全然ね、そう慣れてるかもしれないけど、まあ、普通に考えたら YouTube はさ、まあ、ゲーム動画を見たりとか、好きなね、アーティストとかのプロモーションビデオを見たりとか、ね、お笑いのね、ネタを見たりとか、まあ、楽しいものを見るとこじゃないですか。ね、今、人気の YouTuber さんもすごい楽しい動画を上げてる方ってたくさんいらっしゃるでしょ。でも、その中で勉強している。で、しかも、自分最初ね、今は、こう、偏差値的にはすごい、あまり勉強が好きじゃない方から、偏差値がすごい高い方まで、すごい幅広く使ってもらえてるんですけど、撮影当初、まあ、今でも変わらないけどね、基本的には、学校でみんなが使ってる教科書レベルの内容を理解してほしい。理解できるようになってほしいっていう願いを込めて、教科書に載ってる内容は全部網羅させるよっていうのがスタイルなの。だから、他のね、動画上げてる方とかも、まあ、塾とかさ、その教材の宣伝とかがほとんどになっちゃうけど、YouTube の勉強動画が多いけどさ。まあ、それだと、有名問題の解説。すごい難しい問題を解説して、うわ、めっちゃこれわかりやすい。っていうふうに持っていくんだけど、自分そうじゃなくって、超基礎的なことも全部動画に上げるんだよね。教科書の順番通りに。だから、その自分の動画を見てもらえれば、学校で勉強した内容を同じことを復習できるって。で、ちょっと願わくは、学校の先生より分かりやすい説明をしたいっていう。そう。そう。だから学校の授業を受けたけど、分からなかった。理解できなかったっていうところを、こう、フォローしたい。立場的には。っていう願いを込めて、ずっと撮ってるのね。だから、イメージとしては、最初、あまり勉強が好きじゃない子を対象として撮ろうって決めてたの。今でもそう思ってるけど、基本的には。で、そうなった時に、例えば、
よくこれ概念形成っていう言葉を使うんだけど、なんでっていう概念を作る部分、なぜの部分だよね。でそこってやっぱ難しいんだよね、説明するのも多分理解するのも。でそれっていうのは、例えば数学が好きな子、興味がある子、もっと知りたいっていう欲が出てくる子に関しては絶対面白い。でそこがあった方がいいと思ってるけれども、勉強が好きじゃないと、いや数学嫌いだしって、でもテストあるから頑張んなきゃ、勉強しなきゃって思ってる子にとっては、これがなんでこうなるか説明しようって言われても聞きたくないでしょ正直。あうんうん飛ばすってなるじゃんか俺なるもんだって、俺勉強あんま好きじゃなかったしね。であればさ、こう楽しいものがいっぱいある YouTube って場所で勉強を選んでくれてる、その同じ時間ね、俺の動画10分前後1本ありますけど、10分あったら他の方の動画1、2本見れるし、でもそのね、そっちを見るのを我慢して勉強してくれてるの、時間を奪ってるわけだから俺は、みんなの時間をっていう感覚でいるので、だったらその10分を見た後にできるようになった、分かったって思ってもらえなかったら失礼だし、俺にとってはそう、みんなに失礼だから、だからそれを考えた時になぜって部分をもう全部カットして、この公式を使うとこういう問題でこう解けるんだよって、でそれ使ってごらん、みんなが学校でワークで使ってごらんね、できたでしょって。で実際自分の説明を聞いただけだったら絶対勉強不足じゃんか、それを実際にいろんな場所で使ってみて、あ本当だ解けたってなった時に、みんなにとっての自信になるとも思う。特に勉強が苦手な子とかにしてみれば、あ本当に解けた、私自分でできたし一人でできたよみたいな、でそういう経験を積んでほしいのねっていう願いを込めてるので、もう意図的にもうバッサリバッサリカットしてます。ただ説明上簡単だったりとか、これはなぜってことを説明した方が後に生きてくるなって、後の勉強につながるなって思うものに関しては意図的に説明することもあります。そう、一応そこはちゃんと計算をしてるので、全部そうアホなりに計算してるのちゃんとね。そうだから、そういった、まあ、願いというかね、意図を持って3年半そういった形で、動画を撮ってきました。本当はね、今、受験対策動画を、ね、いっぱい上げたいんですよ。本当は。上げたいんですけど、先月から始まったね、新しい仕事が、どうしても締め切りがある仕事なので、そっちの方ね、そっちに時間をかけるために、なかなか今、アップできてないんですけど、去年、受験対策動画を始めたのは、ちょっと難しい問題がやっぱりないので、自分は。教科書レベルの基礎問題が多いからさ、動画の中には。もちろん難しいのも多分ちょっとね、ちょびちょびって入れるわんだけど、入れるけどね。だからそのためにも受験対策動画ってことでちょっと難しめの問題を取ったりとかもするんだけど、まあそこに関してはね、こうこれから時間を見つけてまたね、数を増やしていこうとは思っているので、ひとまずこう今取ってる、今高校生取ってますけど、そこに関しても、特にも高校生のね、公式とかの概念を説明してしまうと長くなってしまうので、そう、あと難しいってもあるからね、一方通行だからさ、どうしてもこれが質疑応答ができたらいいんだよ。みんなの目の前で俺が説明してて、説明してる。で、みんなの顔色がちょっとんってなったら聞くもん、俺。あ、今ちょっとわかんなかったって。じゃあもう一回説明するわ。ってできるけど、みんなの顔を見ることができない。俺が一方的に話すだけだから。だからこそ、一方的に話すからこそ、疑問が少しでも残らないようにして、見終わった後にスッキリした気持ちで終わってもらえたらなと思って、そういう形にしております。ここに関してはね、でも教育論というか、ただ意見があるのも分かってますし、この3年は本当にいろいろ意見をいただいてることなので、なんだろうな、なるほどなるほどってね、思えなくても全然構わないです。はって思ってもらっても全然 OK なとこなので、まあただ配置としてね、自分としてはそういった意図を持ってやってるということを覚えてもらえるとありがたく思います。で最後、重要なこと話していきましょう。ですね、これびっくりしたんですけど、動画 DVD の前に、その YouTube のコメント欄とか、まあこれ直名が多いんですけど、メールで聞くことが、塾で、自分が行ってる塾、友達の塾、近所の塾で、ハイチさんの動画使ってる塾があるんですけど、ってよく言われる、最近。で、それっていいんですかって言われるんですよ。で、結論から言いますね。結論から言うと、基本的に NG です、本当は。ですけど、ちゃんと契約してくださってる塾さんもあるので、実は。契約していただいて、使用料というか、動画を使うっていうんで、ちゃんとお金をいただいて、契約ね、してる
とこもあるから全部が NG じゃないんだよ。なのでもし気になったら あまりですね、こうみんなの目が触れるところに塾の名前とか出されるのは良くないなと思うんですよ。良くないので直メの方でメアド載ってますから、そっちに送ってもらえると、あ、そこは契約してるんで大丈夫ですよとか、あ、それはちょっとしてないんであれかなみたいな、ちゃんと自分から返しますから、気になる方がいれば送ってもらえればと思うんですけど、で、まあ基本的にね、自分はもうあんまり波風立てる気はないのでいいんですけど、NG なことが2個あって、これは NG やと思うんで、まあ、ちょっとね、法律詳しくないんでわかんないですけど、まず一つは、その俺の動画をですね、あれです。ダウンロードして、それを塾のコースとして料金をもらってる塾があるんですよ。これね、2箇所ぐらい今把握してるんですけど、これはいかんですね。これはいかんと思います。しかも聞いてると、本当にパソコンで YouTube じゃなくて落としてんだよね。あ、ダウンロードして、その動画を見る。はい、これ見とけよ、みたいな。そう。あ、見て、40分見て、って。だ40万で上下に3本分か4本分かな。で、見て、なんかプリントやらせて、それが授業らしいんだわ。で、なんかお金、それで月謝取ってるっていう塾があるらしいんですけど。そうそうそう。とか、あともう一個が今回書いた動画 DVD。これがですね、俺の動画 DVD に焼いて販売してる人がいるらしいんですよ。これもね、わかんない。情報確定しないんで、一応注意喚起ってことで今回話させてもらってるんですけど、がいるらしいんですっていう、また聞きなんだよね。だからまた聞きでこれを話すのもどうかなと思ったんだけど、塾のコースとして月謝もらってるとこは確定してるので、そこは。そう。そう、わかってるから、まあ、ついでで話しとこうと思って。で、これを話したのはなんでかっていうと、自分、動画 DVD を販売してることは一回もないです。そう。なんか、ハイチさんの認可を取ってやってますって言ってるらしいですよ、みたいなことも聞いたことがあるので、それをしててほしい。自分の公式で販売してるものはないです。自分は自分の動画を何かの商品にしてお金を取るってことは一切してないので、買わないでください。騙されないようにしてほしいって願いを込めて今回話してるんですけど。で、塾の方に関しても、それは契約してる塾に関しては契約してるので、ちゃんとね、なんだ、社長さん代表の方とお話もさせてもらって、なんだ、使ってもらっているので、全部ではないんです、そこは。全部ではないんですけど、もしね、まあ気になるんだったらそこはメールしてください。DVD の販売は一切やってないので、そこは全部ね、なんだ、騙されるようにしてほしいんですけど、塾に関してはもし気になるんであれば、メールで聞いてもらえれば、お答えしますので、はい、よろしくお願いします。こんなこと言いたくないですけどね、本当はね。ただ、なんか騙されるのは、申し訳ないというか、そう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 。別に自分の動画をね、使われるのは、それでお金取れるのは違うなと思いますけど、まあね、使われるのはまあいいかなと思いますけど、ただで YouTube で見れるものだしね、もともと。そう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 。と思いますので、その辺ちょっとね、注意していただけたらと思います。では、今回は、ハイチのダラダラジオ第119回、テーマ、説明になぜがない理由で話させていただきました。で、今回もね、ここまで、聞いていただいて、本当にありがとうございました。で、実はですね、最初に言えばよかったんですけど、いつもこれ、土曜の8時、20時にアップしてるんだよね、ダラダラジオって。で、今日ね、おそらく19時、1時間前倒しでアップしてるんですよ。で、なんでかっていうと、この後、20時からもう一本ダラダラジオアップします。で、次の動画は、非常に珍しい、実写です。実写って言い方おかしい。俺の姿が映ってます。ダラダラジオなんですけど、まあ、もはやラジオじゃない。ラジオじゃないんですが、暗記の仕方、暗記のやり方について、自分が、映像で映った状態で説明をしてます。で、ちょっと長い動画になっちゃうんですけど、もしよかったら、頑張って、もう撮り終わってるんで、頑張って撮りましたので、休憩がてら見てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。